はい、こんばんは、スプリンタージョーカーです。今回もまあ、はい、懲りずにトリッカー、これね、トリッカー缶これの福袋を購入いたしました。また懲りずに開封していきたいと思います。で、前回裏袋サンプル付き、ホロ袋を購入させていただきまして、動画を閲覧ご視聴いただきありがとうございました。まあ、自分の観測で間違ってないと思います。おそらく危険度1なので、ホロにしろチューハイにしろ、今ね、いろいろ種類が売ってまして、確か一つだけ売り切れ、貝ホロ袋8000円が確か売り切れてましたね。ただまあ自分の観測の通りですね、あの今回買ったのこれですけど、4000円ね、多分そのマイルド仕様なので、最初に、あの、例えばね、今4000円ですけど、4000円以上のものは出ないと思っていいのかなっていう気はしてきました。多分そうなんでしょうね。裏袋がやっぱり500円っていう担保があるので、まあこれも2500円。要は1500円で3袋、裏袋。で、中波が2500円というふうに考えれば、まあ、大体のもの出ても2500円になりますよね。なので、っていうところです。で、今回開けてみたらびっくりしました。これ、チューハ袋ですよね。で、今回、チューハ袋なので、2500円分、おそらく。で、チューハ1枚とカムス1枚というふうに分けになってます。で、新しく表記が増えました。カンコレ裏袋、2枚目、駆逐以外で激アツ。ということで、今回のロットから、多分ね、こういう表記が増えました。前回のそのホロ確定プラス裏袋3袋開けた時にはこれなかったんです。なので多分なんでしょうね、2枚目ってことは要は2枚以上入ってるじゃないですか。その前回とちょっとロットというかシステム変えたんでしょうかね。同時期に買ったような気がするんですけど、その大差ないんですよ、その買った時期的に。1日2日の差しかなかったので、なので WCCF、 まあくどいようですけど WCCF がメインなので、トレカさんに2回打った感じですね。駆逐以外で激アツということで決まってないね、これ。従順、軽順、戦艦だとかあるとかあるのかな。はい、とりあえずまあ中波袋上げていきたいと思います。まあ今回の目標も加賀さんとかですね、あとはやっぱり金剛姉妹はね、あの飽きずに改造が出るまで、使っていこうと思ってるので、うん、育ててます。永田さん、ムツさんも持ってるんですけど、なかなか使いません。はい、ちょっとチューハ袋来ます。この人もね、確か一番初めにホロ引いたのが永月さんで、トレッカさんで確か一応チューハを引かせていただいたんですよ。思い入れのある缶ですね、一応開けていきたいと思います。約2500円の価値と思っていただいて結構です。まず開ける前に、あの前回の動画のコメントにいただきまして、まああの私も同じ感じでしたっていうことで、あのマヤ、確かホロ、前回のあれですよ、3袋付きでホロ袋、ホロがマヤで他の3枚戦艦クーポでしたっていうことで、まあいいんですけど、ただもう一つのコメント、あのタマさんは普通の、お店のショップで250円売りです。3000円でそれはぼったくりでしょうみたいな、コメントいただきまして、まあその3000円っていうのは確実に裏袋の値段が入ってるので、もっと引かれます。うん。で、びっくりしたの、250円でホロが買えんのっていう、その驚きですよね。ショップを教えていただきたいです、ぜひ。250円で買えるんだったら、例えば4枚ですら普通に4枚返しますからね、私に。タマちゃんだったら。はい。というわけで。話はそれました。忘れてたので、はい、聞きたいと思います。何が来るかな？皆さん何が来ると思います？いやー、前回みたいに中、ただの計14巻とかだったら、ちょっと落ちますね、さすがに今回もね。ん？なんだなんだ。ちょっとごめんなさい、手がする。ん？まあ、装備運ですよね。これはね、ホロですからね。これは誰かな？
わかった、これマーヤでしょ、この字。はい、というわけで、チューハ袋はマヤ、マヤさんのチューハということでした。この人あんまり使わないから、誰かどなたかトレードか何かっていう気がします。はい、今回チューハーこちらでした。で、カンコレ裏袋、まあ皆さんが気になってるこちらですよね。まあ、今回もチューハー袋に関しては当たりは引くことはできませんでしたが、多分こんなマイルド仕様なんだと思います。そこまで大損しないし得もしないっていうところだと思います。うん、今回当たりをこちらも、なんていうんですか、紹介できずにすみませんでした。というわけで今回裏袋開けていきたいと思います。一番後ろからにしようかな。要はこういう書き方してると3枚ぐらいあるってことですよね。うん、前回より厚い気がするので。で、2枚目が裏返ってて、駆逐以外で激アツなんでしょうね。天竜。はい、次。もうぶっ開けちゃいまーす。1袋目。はい、これ駆逐艦ですね。これは外れということで、多分ね、戦艦空母系です、これは。ムツ。お、来た。うん、なかなかですね。ムツさん。はい。裏になってなかったね。WCGF の場合、これがこんな感じで入ってて、もう一枚ワンクッションあって、何枚かクッションあってくるんですよ。カンコレアケードの裏袋の場合は、新しくなった場合、2枚目が駆逐艦だと、うん、戦艦空母系ということが判明しました。はい。というわけで、1袋目は6つ。いや、当たりをね、紹介したいですね、この激アツ。個人的に欲しい、なんか当たり欲しいっていうのもあるんですけど、ただ、うん、やっぱりね、皆さんに当たりを紹介したいという動画にしたい。もっとまた天竜さんね。天竜さんも好きなんですよ。ちょっとトレッカさんね、何自分を試してるんですかね。はい。それでもいいですね。天竜さん。多分なんか従順か軽順来てほしいよね。ですよね。駆逐艦以外なんで。あー、これも駆逐艦っぽいな。まあー、菊月さん。で、最後は、あ、これは飛龍さんですね。わかりますね。はい、飛龍さんというわけで。2袋目が飛龍。ああ、もう今回も当たり紹介できなかったらもうどうしようもないですね、本当に。まあ、当分買うつもりなかったけど、また当分買わないって言って、またどうせ買いますけどね。はい、最後。K14 から中。あ、2枚目だったらいいんだよね。はい、どんどんパッパ開けまーす。はい、初雪駆逐艦来ました。はい、バン、春菜、あ、春菜やったという感じでした。もう今回も裏袋当たりませんでした。もう正直言ってこんな感じです。裏袋に関してはもうほぼね、当たらないと思った方がいい。うん、なので何でしょうね、要は裏袋まるまる袋付き〇〇っていうのは、要はそのね、こちらもマイルドでこっちもおまけとして考えた方がいいっていうのは、ちょっと自分のね、解説的にはちょっと矛盾してますけど、要はただ当たりが少ない感じの、少し運試しで買いたいけど大損したくないっていう感じの方が買えばいいのかなっていう感じしました。まあ今回ね、新しいこういうシステムが変わったっていうので、それをご紹介できたらいいと思います。まあただまあね、うん、なかなか出れてくれないですね、トリカさんね。はい、というわけでした。マヤチュー、チューハ袋がマヤチューハ、裏袋が春菜、飛龍ムツという結果になりました。まあまた、どんどんコメントいただければコメント返しますし、何かあればツイッターの方にいただければいろいろ交流していきたいと思います。そして横に映ってるの何かなと思った方もしいるかもしれませんが、今まで、福袋系、もちろんプレイなどして、こんだけこれ、この束が駆逐艦になりました。これ全部駆逐艦です。同じ人じゃないけどっていう感じになりますよね。自分の場合無限回収もしてないので、そう、ツイッター見てて無限回収税っていう方がいるんで、ああそうなんだみたいな風に勉強になってますけど、はい。というわけで今回もこのような形になりました。はい、また次回あたりを紹介できればと思います。まただんだんね、給料にダメージが及ぶようになってきたので、また
次回結構な、まあ次回はね結構な当たりが、ド級の値段で、ド級の当たりが来るか、ド級の外れが来るかっていうのをまた購入してアップしていきたいと思います。なので裏袋丸々袋付きっていうのはギャンブラーの方にはおすすめしません。あんまりね当たりドンと来ないから、大損したくないけどちょこっとチャンスにかけてみたいなっていう方におすすめという観点でよろしいかと思います。はい、それではありがとうございました。また次回お会いしましょう。失礼いたします。